ト和田要塞1991は、荒牧義雄による小説である。要塞シリーズ第2部で、ニセコ要塞1986の続編である。ニセコ要塞では、北海道で、戦いが繰り広げられたが、本作では、東北地方を中心として、引き続き、スミの府軍隊、IBM 軍、日本列島防衛軍の戦いが描かれる。また、この作品の舞台となる、 戦場世界は高度1991と呼称される。中央公論社より新書版が刊行され、後に中高文庫版も発売された。戦闘機乗りの生存期間が2年間に満たないと言われた激戦を生き抜いたエース。前ニセコ要塞総司令官であり、今作では戸和田要塞の総司令官の任を負う。松村が不在の際、 北日本方面軍総司令官の代行を任せられ、彼の帰還後は正式に任命された。前高度では、千歳空軍基地総司令官であったが、北日本方面軍総司令官に任命され、東北地方北部及び北海道東方面の指揮を取る。カンナの友人であり、情報活動に従事している。ステルス戦闘機代行を中心とする航空機設計の天才。 あとに、日本列島防衛会議が設立されると、中央総本部の本部長に就任する。海峡要塞の初案者であり、揚陸作戦艦、外機を設計した遺産。と和田要塞の作戦部部長として就任した、AD 組の閣僚で、軍籍も列島軍に移されている。ゲーム理論の専門家であるが、データ変調の考え方のため断電と意見が合わないことも多かったが、 時を減るごとに感情を表すことも増え、と和田要塞の総司令官代行を任されるほどになった。ガウス参謀官の公認として赴任したやり手の女性参謀官。松村に特別な感情を抱いている。墨の府軍切手の戦略家であり、敵将の能力を素直に認めるなど、墨の府軍の中でも有能な将軍である。タナルスキー解任後は、 日本列島攻略作戦の指揮を直々に取り、列島軍を苦しめた。しかし、韓半島派遣軍総司令官のカポネンことの、不仲から軍管区の命に背いて無謀な作戦を強行し、逮捕された。その後軍法会議にかけられ、言わん直々に死刑判決を下された。部下の信頼も厚く、致傷という評価を受けていたが、函館工房戦での敗北で解任される。 解任されたタナルスキーの代理として、北海道島方面軍総司令官を務めたが、列島軍の五両郭作戦によって、すぐに死亡する。スミノフ軍最年少の召喚。有能であるがゆえに、上官から妬まれることになり、最終的には亡命を決意する。コマロフの前任の千歳空軍基地総司令官。尊大かつ、自己中心的な性格で、その性格を、 IBM 軍に疲れて大損害を受ける。政治将校の経歴を持ち、様々な陰謀を駆使して、今の地位についた男。松村をローラックさせるため、アリサターナーの姿で送り込まれた。任務終了後は、IBM 軍の総本部にも送り込ませる予定であったが、松村らに見破られ高度人格機能を落とされた。ラナニュートンの姿で、タマデンの下へ送り込まれた。 トワダ要塞攻撃の際に内部で自爆させるため体内に小型核爆弾がセットされている。やはり正体を見破られ高度人格機能を落とされた。その後はカンナ発案の区の一作戦で逆にソコラン中将を牢絡し最後は自爆して八戸に設置されたイワン砲と共にソコランを葬った。八甲田山に作られた一大山岳要塞。 イワン砲の大規模砲撃と空襲により放棄されるも、隅の府の数少ない電子技術者を道連れに自爆した。津軽海峡防衛の任を負った要塞であり、山腹にはトンネルで連結された砲台が多数設置されている。要塞員は全員が砲兵である。イワン砲によって、施設の大半が壊滅、孤立した後作戦、資料によって敵に大打撃を与える。 脱出に成功した、要塞員は200名以下。七里長浜への敵上陸を阻止するため、地対艦ミサイルにて、上陸軍の洋上撃破鬼を追う要塞。作戦、海蛇によって、墨の府軍に包囲され落上するも、要塞員604名が脱出に成功をスレーダーを、要塞要塞。前作から引き続き北海道東防衛の要として、登場。今作では、 戦場の核汚染が予想されるため、要塞員は全員 AD 組になっている。後に、神々の取引により解除されることになる。ニセコ要塞の目として、レーダーサイトが置かれていたが、イワン法6機1400発の命中弾を受け壊滅。レーダーサイトを要し、道南部の監視の任を追う要塞。イワン法400発の命中弾を受け壊滅。 要塞員300名も全員戦死する。青函トンネル防衛のため、荒巻技術一生が製作した、基礎要塞。低コストを図るために元は廃棄するはずだった、青函連絡船を改造しており、外装も塗装などが剥げた状態になっている。船体の周囲には、発泡スチロールの一種でできた部位が張り出され、巨雷が命中しても突き刺さるだけになっている。環境は、 多層鋼板やハニカム構造などの併用によって完全防護されている。機関は取り外されているが、核発電室があり、自動制御装置と推進機を使い位置をコントロールできる。当初薬務町周辺の防衛線を守備していたが、師団長が経験不足ということもあり、敵の上陸を許し孤立の危機に陥ったが、 大和一生が葬式を取ることによって、危機から脱出し摘に大打撃を与えることに成功した。首都防衛の用地新潟と佐渡島の防衛を担う部隊。佐渡島救援の際に登場していた輸送船団が、細胞ペツナズの自爆攻撃によって沈められ、壊滅する。定時の人員は904名という小部隊だが、佐渡島防衛船にて、 スミノフ軍1個手段とサイボーグスペツナズ101体を相手に2週間もの間戦い続け、敵手段を壊滅させることに成功した。列島陸軍唯一の核戦力保有部隊。スミノフ軍への精密攻撃や核攻撃などで活躍するも逆に核攻撃を受けて壊滅する。死体地ミサイルを保有しない列島軍はその後地上戦でさらに苦戦することになる。 列島軍の切り札とも言える秘密兵器。高度5万メートルを軌道周回しており、そこから関西機の神殿91を発進させて、防空任務を行ったり、人工衛星の代わりを果たしたりしている。小型イージス艦を機関とした内海型防空艦隊。道の区湾が住の府の影響下に置かれた後は、東京湾で首都圏の防空に携わる。 艦長、榎本武雄さん小列島軍の誇る超巨大潜水艦。武装、機関、エレクトロニクスなど、どれをとっても、元来の潜水艦とは一線を画す。燃料補給の必要がないことやその巨体ゆえの搭載量を活かして、一度潜水したら3年近く、作戦行動を続ける能力がある。装填とは逆の超小型、潜水艦。 だが同系艦三隻を合わせた戦力は争点にも匹敵する。ありがとうございます。